ジェフ・ハーディはアメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州キャメロン出身。兄のマット・ハーディもプロレスラーである。レスラーとしてのキャリア初期は兄と共に歩んでいる。ドリー・ファンク・ジュニアの下でプロレスラーとしての基礎トレーニングを積んだ後、1993年 e c w アフにてマットとの兄弟対決で共にプロレスラーデビューを果たす。w WF とは 1994年、1996年に契約のチャンスがあったものの契約に至らなかった。その間、マットがプロデュースするオメガなどのインディー団体で活動を行っていた。WWF との契約直前の1998年6月にマスクマンのザウィローとして格闘探偵団バトラーツに初来日。6月14日、空位であった。 ウは世界ミドル級王座決定戦を、日高薫人と行い勝利。第31代王者となる。1998年から2003年1998年に、兄弟ともに、WWF と契約。初期は、ジンクスブラザーズという覆面レスラーのタッグチームで、出場していたが、全く成功せずフェードアウト。以降、ハーディーボーイズとして、タッグ戦線で、 世界タッ王座を5回獲得する活躍をしている。2001年4月10日のスマックダウンにて、トリプル H を破り、当時の最年少記録で i c O 王座を獲得している。しかし、翌週、トリプル H に敗れ、わずか1週間で王座から陥落してしまった。最年少での王座獲得や、相手がトップヒールのトリプル H だったこともあり、本人も、この勝利には、 思い入れが強い。兄弟でのタッグチーム活動は2002年まで続くことになる。2002年、ハーディー・ボーイズは RAW デビュー直後のブロックレスナーの最初の構想相手を務めたが、レスナーをプッシュするためのジョバーとも言うような役回りであった。ジェフは4月21日に行われたバックラッシュ2002でレスナーの TV マッチデビュー戦の相手をするも、 パワーボームの連発をくらい敗退した。レスナーとの交想が終わると、ハーディー・ボーイズは、前年からのイコンが残るジ・アンダーテイカーに絡むようになる。7月1日の RAW で行われた、ジ・アンダーテイカーとのラダーマッチ形式の WWE 王座戦は、ジェフのキャリアにおいて、自他ともに認めるベストバウトというほどの高評価を得た。この試合をきっかけにジェフはシングルでの試合が多くなり、 2002年7月8日、ウィリアム・リーガルから WWE 欧州王座を奪うなどを活躍した。ジェフが活躍が増えるにつれマットの活躍が少なくなり、それに嫉妬したマットがジェフを裏切り、スマックダウンへ移籍、ハーディーボーイズは解散した。2003年、シングルでトリッシュ・ストラタスとのストーリーが展開中であったが、4月22日に WWE を解雇された。 解雇の原因は、表向きは、バンド活動に専念したいと WWE に、訴えが却下され対立したとの発表があったが、実際は、精神的に追い詰められ、ドラッグに手を出しリハビリも断ったために解雇されたのが、真相である。2004年から2006年 WWE 解雇後は、ローへ参戦し、後に2004年7月から、自身のバンドパークスはいい ジェンの宣言の一環として、ティネに所属する。ティネでは、X ディビジョン戦線のレスラーとして活動していたが、ジェフ・ジャレットとのヘビー級、e、王座をめぐる構想では、ラダーマッチや、アビスとの構想では、画鋲の上に落とされたりとかなり激しいハードコアマッチもこなした。ティネ内でのジェフの人気は高く、彼のグッズの売り上げは、ティネ所属レスラーの中でも常に上位にあった。ちなみに、 ロー参戦当初は相変わらず、治らない遅刻癖と、レスリングよりバンドを選ぼうとして、WWE を解雇されたことから非常に嫌われており、We Want Matt と激しいブーイングを受けていた。一方でマットは WWE 在籍時ジェフを妨害する形でヒールターンしていたため、We Want Jeff とやじられていた。2006年入場時のパフォーマンス2006年8月に、 WWE と再契約し、サマースラム2006翌日の RAW に登場している。RAW 登場後は、ジョニーナイトロとの IC 王座をめぐる構造を展開する。そして10月2日の RAW で、自身2度目となる IC 王座を獲得した。その後11月5日に行われた、サイバーサンデー2006では、カリートの挑戦を受け、王座を防衛している。 そしてその後、ナイトロとの交想が再び本格化し、11月6日に行われた IC 王座戦で一度はメリーナの介入による反則で勝利するものの、エリック・ビショフが登場しの DQ で試合を強制再開させ、ナイトロにベルトで殴られ、王座から転落する。その翌週の RAW でも IC 王座戦が行われ、ナイトロの一瞬の隙をつき、 ジェフが勝利し三度目の王座に帰り咲いた。2007年その後、2007年の1月29日には、ザグレート、カリとの IC 王座戦に臨んだが、カリの長身と怪力には全く歯が立たず、カリの凄まじいチョップを浴び、リング外に転落し中カウントで敗れる。しかしカウントアウトでは、王座は移動しないというルールに救われ防衛を果たした。2月19日の RAW で、 WWE 会長のビンス・マクマホンが、馬賀に i c 王座に挑むチャンスを与えた。これは、ビンスが当時構想していた、ドナルド・トランプへの見せしめに組まれた試合であり、実際に試合が始まると、馬賀はサモアン・スパイクで、ジェフを圧倒。i c 王座は、馬賀のものとなってしまった。その後、レッスルマニア23の、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチに出場。 その試合には敗れたが、大会翌日の RAW で行われた10チームバトルロイヤル戦で、兄、マット・ハーディーと世界タッグ王座を獲得。4月29日のバックラッシュ2007では、ランスケード・ケイドトレバー・マードック組の挑戦を受け、勝利し防衛する。 6月3日の WWE ワンナイトスタンド2007では、ワールドグレーテストタッグチームとラダーマッチによる王座戦を行い王座を防衛するが、翌日の RAW で、ビンス・マクマーホンにより王座戦を組まれ、前日の試合でのダメージも影響し、ランス・ケードトレバー・マードックにダッシュされる。その後再び IC 王座戦線に復帰し、 7月22日のザグレートアメリカンバッシュ2007で馬賀の持つ i c o 王座に挑戦するも敗れる。この試合を皮切りに馬賀との i c o 王座構想が繰り広げられる予定であったが、7月23日の RAW で行われたミスター・ケネディとの試合で首と背中を痛め、それが原因でジェフが試合を無断で休んでしまったため、 WWE から1ヶ月の禁慎処分を言い渡され実現には至らなかった。その後、8月27日の RAW でミスター・ケネリとの試合で復帰した。ジェフの復帰に伴い本格的に馬鹿との交想が始まると思われたが、今度は馬鹿が薬物違反での禁慎処分を受けたために完全に頓挫してしまった。それに伴い9月2日の RAW で 馬がから i c O 王座を奪う。12月16日に行われたアルマゲドン2007でトリプル H との勝者 WWE 王座挑戦権獲得マッチに勝利し、ロイヤルランブルでランディオートンの持つ WWE 王座に挑戦する権利を得る。これはジェフにとって2度目の王座挑戦となる。2008年1月27日のロイヤルランブル2008にて、 WWE 王座戦に臨んだが、ランギオトンに敗れ、王座獲得とはならなかった。翌日の RAW では、GM のウィリアム・リーガルが、ノーウェイアウト2008にて、WWE 王座挑戦権、争奪エリミネーションチェンバーマッチを行うと発表。ジェフも、その出場者に名を連ねることになる。そして、2月17日のノーウェイアウト2008の、エリミネーションチェンバーマッチでは、 最後の二人まで残るが、トリプル H に敗れ、WWE 王座挑戦権獲得とは、ならなかった。その翌日の RAW で、ジーンスニツキーとのマネーインザバンク、ラダーマッチ予選試合に勝利し、出場権を獲得した。3月10日の RAW で、クリス・ジェリコに IC o 王座を奪われる。これは、その直前に、薬物違反が発覚し、 60日間の禁止処分を受けたための処置であり、レッスルマニア24のマネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチの出場権も剥奪され、欠場することになった。今回のジェフの薬物違反は通算で2度目。WWE は3回の薬物違反で解雇するという規定があるため、再度薬物違反が発覚した場合、w WE から強制解雇になる可能性がある。 この近親中の3月15日に自宅のトレーラーハウスが全焼し愛犬ジャックが死んでしまうという事故が起きる。ジェフは愛犬がいなくなった時は WWE の番組収録をサボってまで探しに行くほど出来合いしていたため振動で体調を崩した。5月12日の RAW で無事に復帰を果たしファンから大声援を受ける。ファンに復帰の報告している最中に GM で、キングのウィリアム・リーガルに、馬がとの対戦を命じられるが、自らの復帰戦を勝利で飾る。6月23日、RAW3 時間特番のドラフトにて、スマックダウンへ移籍。WWE 王座をめぐって、アンフォー・ギブン、ノー・マーシー、サイバー・サンデーにて同じくドラフトでスマックダウンへと移籍したトリプル H に挑むもいずれも敗北。 12月14日のアルマゲドンで行われた、エッジ、トリプル H とのトリプルスレッドマッチに勝利し、w w e 王座を奪取する。2009年ロイヤルランブル前に、ノースカロライナ州で、当て逃げ事故に遭う。その数週間後、カッティングエッジに出演する際、入場時の花火がジェフに向かって暴発し、また事故に遭う。そして、そのロイヤルランブルで、 マットの裏切りに愛王座から陥落する。2月のノーウェイアウトでのエリミネーションチェンバーマッチで王座を取り戻そうとするも失敗に終わる。ロイヤルランブル以降もマットの妨害や挑発は続き、マネー・イン・ザ・バンク戦出場をかけた試合でもマットの乱入により敗北する。その翌週のスマックダウンでは、リング上でジェフに起きた一連の事故の犯人は自分だとマットが語ったことに激怒し、 本格的に構想を開始する。そして4月5日のレッスルマニア25で対戦、敗れるが4月26日のバックラッシュ2009でアイクイットマッチでマットに勝利し、雪辱を果たした。その後世界ヘビー級王座の第一挑戦者となったジェフがジャッジメントで2009でエッジをあと一歩のところまで追い詰めたところでまたもやマットの乱入に合い王座ダッシュとはならなかった。 6月7日のエクストリームルールズでのラダーマッチでエッジに勝利し、世界ヘビー級王座を獲得するが、試合後現れ、マネーインザ・バンクの権利を行使した CM パンクに敗れ、退官後すぐに王座を失った。ここから CM パンクとの交想が開始され、7月26日のナイト・オブ・クナンピオンズ2009でパンクに勝利し、世界ヘビー級王者に返り咲く。 その後マットが復帰、ジェフに謝罪したためハーディー・ボーイズが再結成され、ジョン・モリソンと共にパンク、ハート・ダイナスティと戦い、前世紀のように見事な連携を見せ、マットがパンクにツイスト・オブ・フェイトを決め勝利。続く8月23日のサマースラム2009で、パンクとの再戦が TLC 形式で行われるが、これに破れ再び王座から転落する。 さらにサマースラム直後のスマックダウンにおいてパンクとの間で敗者は WWE から追放となるスティール刑事マッチが行われこれにも敗れたジェフは WWE から姿を消すこととなった離脱した翌日薬物所持の違反で逮捕されたジェフはこの容疑を否認している2010年2010年1月4日ティネインパクトにて X ディビジョンレスラーによるスティールアサイラムマッチ終了後、観客席から突如現れて、レスラーたちを襲撃し、金網の天井へと駆け上がると観客から大歓声で迎えられた。3月8日、復帰戦をアージ・スタイルズとノンタイトルマッチを行うことになり、アビスが立ち会い人となり、スタイルズのセコンドについたリック・フレアの介入に苦戦しながらも勝利した。 同月には新たにティネに入団してきたロブバンダムと一時的に共闘してティネ世界ヘビー級王座獲得へと精進を絞るが結果的にはロブバンダムにベルトを譲る形になった9月5日 PPV であるノーサレンダー2010にてロブバンダムが返還したティネ世界ヘビー級王座をめぐる挑戦者決定戦にカートアングルと対戦する文字関入れでの引き分けという結果に終わり 翌6日のインパクトにて再戦するも両者子という形になった。このことからジェフとアングル、両者ともに、王座戦の挑戦権を得た。10月10日、PPV である、バウンド・フォー・グローリー2010のメインイベントにて、カート・アングル、ミスター・アンダーソンとのサンウェイで、ティネ世界ヘビー級王座戦を行い、終盤に乱入してきたハルク・ホーガンが持ち込んだ、松バズを受け取ると、 ミスター・アンダーソンをオーダーして、ホールを奪い、電撃的なヒールターンを果たすと同時に、ティネ世界ヘビー級王座を奪取した。2011年2011年1月4日、当時、ティネと提携していた新日本プロレスに、初参戦することになり、年間最大のイベントである、レッスルキングダム部員、東京ドームに出場。内藤哲也とティネ世界ヘビー級王座戦を行って、勝利し、 防衛を果たした。同月9日に PPV であるジェネシス2011においてミスター・アンダーソンに敗北し、ベルトを失うが2月13日の PPV アゲンスト・オール・オッズ2011で行われたラダーマッチにおいてミスター・アンダーソンに勝利して再びベルトを奪い返してみせた。しかし、 24日にはスティングにベルトをダッシュされ、ティネヘビー級王座は目まぐるしく王座移動を展開した。スティングからベルトを奪われて以降、ティネ世界ヘビー級王座戦線から離脱し、ジェフ・ジャレットと交想を展開。11月13日、PPV であるターニングポイント2011にてジャレットとのシングルマッチで開始5秒で勝利する快挙を見せるも、 リフェリーの裁定に憤慨したジャレットが抗議し、再戦するも返り討ちにしてみせた。2012年2012年1月8日、PPV であるジェネシス2012にテティネ、世界ヘビー級王者であるボビー・ルードに挑戦するが、反則裁定による勝利にはなったもののベルトの移動は、されなかった。同月12日に再戦するも今度はジェフがルードに、反則行為を行い、ノーコンテストとなった。 この一件により、ルードとはベルトをめぐって、長期構想に展開するも、結局王者になることができずに終わった。6月より開始された、バウンドフォーグローリーシリーズにエントリーして、順当に勝利点を稼ぎ、9月9日の PPV、ノーサレンダー2012にて準決勝で、サモア上、そして決勝で、ブリーレイから勝利して、優勝を果たすと同時に、 ティネ世界ヘビー級王座挑戦権を手に入れた。そして10月14日、バウンドフォークローリー2010にて、世界ヘビー級王者であるオースチン・エイリースに挑戦して勝利し、3度目の王座を体感した。2013年ティネヘビー級王座体感後、エイリースとルードとベルトをめぐって、構想を展開するも防衛してみせたものの、3月10日の PPV。 ロックダウン2013にてブリーレートティネ、世界ヘビー級王座戦を行うが、ヒールユニットである、エイシズエイツのーボンの介入により、ハンマーを手にしたブリーから、不意打ちを食らって敗戦し、ベルトを奪われてしまった。王座陥落後、ベビーフェイスのレスラーたちと、エイシズエイツと交想するも数の多さにいいように、やられてしまい、ノーディスクリエーションマッチやハンマーアボーブザリング。 ラダーマッチなど、多種多様なデスマッチを行っても圧生されてしまった。6月から開始された、バウンドフォーグローリーシリーズでも不調が続いて31点という、結果に終わった。10月20日、PPV である、バウンドフォーグローリー2013では、X d ィビジョン王座をかけたアルティメット X マッチに、出場するもベルトをダッシュするに至らなかった。11月、 ティネヘビー級王座を保持するアージスタイルズがベルトを持ったまま団体を離脱したために急遽開催されたティネ暫定ヘビー級王座獲得トーナメントに出場。2014年1月1日、決勝でマグナスと対戦する、も GM であるディクシー・カーター率いるチームディクシーの介入により敗戦し、退官するに至らなかった。2014年2013年後半より GM である。 ディクシー・カーター率いるチームディクシーと構造を展開していたものの2月にティネリ脱を宣言した。しかし3月9日に PPV であるロックダウン2014にてキャリア初期に使用していたウィローとして登場しメインイベントであるリーサルロックダウンマッチでチーム MVP の勝利に貢献した。3月13日インパクトレスリングにてリング上で マイクアピールをしていたイーサン・カーター3世ロックスタースパットに乱入し、スパットを痛めつけたことから構想を開始。4月3日にはブリーレイと共闘してテーブルズタッグマッチを行うも敗戦。17日には1対2でのハンディキャップ式テーブルマッチを行うも勝利してみせ、27日の PPV サクリファイス2014ではカートアングルと組んで、 カータースパッドとのタッグマッチで勝利した。5月8日、新たにマグナスとの交想を開始することになるが、マグナスの相棒であるダーティーファイトを心情とするブラムに襲撃されてしまった。以降、マグナスブラムとの対戦において、ブラムにそそのかされて凶暴化したマグナスに対して、まともに対戦できなくなり、ブラムからも依然として襲われてしまうことから6月15日の PPV。 スラミバー3-12にてマグナスとのシングルマッチで対抗策としてアビスを呼び寄せてブラムと退治させるも油断していたところに隙を突かれて敗戦した。6月26日、決着戦としてアビスと組んでマグナスブラムと狂気使用ありのノーホールズバードマッチを行い、試合後半にポスト上段に登ったところをマグナスから椅子を 投げつけられ、鉄線で覆われたテーブルへと落下して失神。そしてアビスは愛用のクギータを奪われて、ブラムから攻撃されて倒れ、ホールを取られて、敗戦となった。7月10日、ティネ世界ヘビー級王座挑戦者、決定20人、バトルロイヤルマッチにて、ジェフ・ハーディーとして、アングル上復帰を果たし、最後にエリック・ヤングに、ポスト上から、ドロップキックを決めて脱落させて優勝し、 挑戦権を手に入れた。そして17日に、ティネ世界ヘビー級王者であるボビー・ラシュリーに挑戦するも敗戦し、ベルトをダッシュするに至らなかった。7月31日、ティネに復帰したマットとのハーディー・ボーイズで、ティネ世界タックチーム王座を保持するザウルブズと対戦するも敗戦となった。2015年ザ・レボリューションとのティネ、世界タック王座戦の最中に、鉄階段に、 頭から強打し一時的に離脱するも、2ヶ月後に復帰し、ザ・レボリューションのリーダーのジェームス・ストームとの金網戦で、見事勝利。3月16日、ティネ世界タッグチーム王座、アルティメット X マッチで、マットと共に、ティネ世界タッグチーム王座獲得。しかし、1ヶ月後に、事故で骨折してしまい、王座を返上する。六月十九日にまだ試合ができないながらもリングに、 たち、マットベセックさんとのティネ世界ヘビー級王座戦をフルメタルメーヘムにすることを発表するもマットが敗北。さらに二度目の対戦の時にマットが負けたらジェフは EC3 側に入らせるという条件があり、マットが負けてしまったため強制的に EC3 側に入られてしまう。EC3 に命令されるも全部拒否をしていたため EC3 から解雇を言い渡される。しかし、 翌週ディクシーがジェフを復帰させ、ティネ、バウンドフォーグローリーのティネ世界ヘビー級王座戦の特別レフェリーに任命。レフェリングは公平ながらも EC3 の反則行為を無視し EC3 が自身に手を出した直後にツイストオブフェイトを放つ。試合はマットがギャロウェイにツイストオブフェイトを放ち、勝利。試合後、父とマットの妻レビィ・スカイとその子供と共に兄を祝った。 2016年ヒールターンしたマットと再び交想。3月15日の3ウェーマッチ形式、ティネ世界ヘビー級王座戦で敗れたが、4月19日でのアイクイット戦で勝利。その後、自身のもとにニセウィローが3体出現。5月17日にリング上でマイクを持ったウィローがマスクを外した姿こそがマットであった。その後はブロー君化した兄を救うべく、 ハーディーの名をかけたザ・フィナール・ディリーションで対決。終盤、マットにスワントーンをしようとした際、マットが雷を呼び起こし、直撃してしまい敗戦。以降は、ブラザー・ネロに解明されてしまった。解明されて、以降も抵抗したが、8月16日に行われたトラビナル戦後にトラビナルを攻撃。高笑いしながら、自身も狂ってしまった。 その後は8月18日に行われた時期タック、挑戦権をかけたラダーマッチに出場し、勝利。当時、同じ回帰系だったディケイが王者だったため、回帰系同士の構想に発展。ローズマリーがマットの自宅に忍び込んだり、マット家で行われたデリートアーディケイが行われるなど、本格的なホラー展開に発展。バウンフォーグローリーに行われた王戦も、 ザ・グレートウォーと称されており、試合途中から場外戦に発展したが、終盤から会場に戻り、最後はスワントーンボムで勝利し、ベルトを奪還した。ディケートの構想後は、新たな回帰系、DCC と構想。その構想途中にて、マットが高いところから落ちた衝撃で、記憶喪失になってしまい、王座戦も危うくなったが、マットの記憶が蘇り、王座戦も難なく防衛する。 12月8日にて、マットが見た夢をもとに、マットの家の特設リング場で行われる PPV、トータルノンストップディレーションを発表。翌週に実現し、自身は、イッチウィードでのキャラとその大会のメインイベントである、タグチームアポカリプトに出場。どちらも勝利を果たす。2017年自分たちの持つベルトをかけ、他団体のベルトを取るという、エクスペディション・オブ・ゴールドを開始するも、 新たなスポンサー会社との契約公開に合意できず、2月27日に退団。それぞれ取ったベルトもすべて返上した。2017年2017年3月4日、ヤングバックス VS、リオラッシュ &J ホワイトのロー世界タッグ王座戦後に、突如リングに登場。その後、行われた2度目のロー世界タッグ王座戦にて、ヤングバックスを破りロー世界タッグ王座をダッシュ。 試合後、ローと短期契約したことを発表。4月1日、ヤングバックスとのラダーマッチに敗戦し、王座陥落。2017年2017年4月2日、レッスルマニア33にて、WWE ロータグ王座争奪ヘイタル4、ウェイラダーマッチに、マットとのタッグで、サプライズ登場を果たす。終盤に、マットが、 カール・アンダーソンとラダー上で競いツイスト・オブ・フェイトを決めると自身はセザーロとシェーマスにスワントーンボムを決め最後にマットがベルトを獲得して王者となったその後はセザーロシェーマスやザ・ミズとミズトラージと構想終了後は自身の古傷を感知するため長期欠場に入る2018年2018年4月9日 RAW にて復帰を果たす 同月16日、RAW にて、WWE スーパースターシェイクアップより、スマックダウンライブから移籍してきた、WWEUS 王座を保持するジンダーマハルに、挑戦。終盤に、マハルのサンズオブタイムを防ぐと、ツイストオブフェイトから、スワントーンボムへと繋いで勝利。ベルトをダッシュした。2019年2019年4月9日、スマックダウンライブで、 ハーディーボーイズとして、WWE スマックダウンタッグ王者チームの、ウーソズに挑戦。終盤にウーソズの、ダイビングボディプレスを阻止すると J ・ウーソに、マットのツイスト・オブ・フェイトから、自身のスワントーン・ボームへと繋げて勝利。王座を体感した。2020年8月21日、アージ・スタイルズが保持する、インターコンチネンタル王座に挑戦し、見事ダッシュに成功。その後、 中村晋介を相手に防衛戦を行い勝利を収めたが、試合後に、サミゼインの襲撃に遭う。スタナーツイストオブフェイトツイストオブフェイトスワントーンボム、スワントーンボムウィスパーインザ、ウィンド WWE 王座、インターコンチネンタル王座、WWE ロータッグ王座、WWE 世界タッグ王座、ティネ世界ヘビー級王座ティネ世界タンクチーム王座。ありがとうございます。